それでは次のアーティスト赤嶺陽子さんです。よろしくお願いします。はい、赤嶺陽子と申します。県南臼杵市野津町からやってきました。はい、野津町はですね、赤嶺の名字が多くてですね、今もですね、勤めている三重町も赤嶺だらけなんですよ。私歯医者さんもやってますけども、患者さん赤嶺さん赤嶺さん、もうカルテなんてよく赤嶺なんですよ。本当に住所まで赤嶺、なんて印象関係なんだろうという感じで喋、りから始めました。こういう感じで喋ってたらいいって、もうあっという間に30分経ちますね。歌いたいと思います。2曲ぐらいしろよ。はい、本当に2曲で終わったこともあります。じゃあ皆さんの知っているですね、夏川りみさんの七草草からいきたいと思います。皆さん知ってる方あったら一緒に歌っても結構ですので、どうぞ聴いてください。思いなら、そう
今のが、夏川あゆみさんバージョンの灘草稿でした。私ですね、こうギターを弾いてあと7年になるんですけど、1年間ちょっとその間にブランクがあってですね、ちょっと忙しいところで働いてて、なんですけど、ギターのコードっていうかですね、難しいコードになるとね、どこ弾いていいかわからないんですよ。 G とか Am とか D とか、ね、そんなのはね、簡単に覚えるんですけど、あとわからないので、タブフって言ってもこのメモリを書いたようなですね、こう楽譜に貼ってるのだけはできるんですよね。あとはそのタブフとかのコードめんどくさいので、動画を見ながら音で撮ってここかなとか、だいたいこうギターっていうのこう位置が決まってるんですね。あとはこのベース音を取って、あ、これだなとか、もう適当なんですね、今の適当なんですけど、次に歌うのはですね、ちょっと順番変えたんですけど、中村あたるさんの友達の歌というのがあります。これをですね、動画で見つけた時になんていう歌だと思って、私がちょっと癒し系の歌を歌い始めたのがこれの歌がきっかけっていうので、今まではすごい激しい曲をいろいろ歌ってたんですね。で、この歌を歌って、なんかちょっとこう自分の声が発掘できたというか、自分でびっくりしたんですね。あ、こんな歌も歌えるんだなと。それで今の灘草稿とかを歌い始めたんですね。で、これは中村たるさんっていうですね、性同一障害ですかね、の方の歌なんですけど、その方がピアノを弾いてたんですね。で、ピアノを見ながらこう、適当に自分でアレンジ、ギターでアレンジして、それを曲にしましたので、結構ね、間違いあるんですけど、歌ってね、別にいいんですよ、楽しめれば、自分がですね、で、聴いてて、ね、違和感なければ何でもありでですね、その人の個性もありますね。聞いてください。中村あたるさんの友達の歌。忘れた頃にもう一度されて、それで
つまでも情けないで手をつなぐくらいでいい並んで歩くくらいでいいそれすら青いから大切な人が見えていれば忘れた頃にもう一度会えたら仲良くしてまあ、4歳から高校生までピアノをずっとやってました。ね、もうなんかもうスパルタのようにうちのお母さんがですね連れてってコンクールに出したりグレード試験受けたりとかもう凄ましかったんですね。まあ、おかげで絶対音感が入っているんですけども最近ちょっとね絶対音感がなくなってきたんじゃないかっていうこうチューニングに頼ってしまうので
あ、いけないなって思ったら、この前ですね、テレビ見てたらコマーシャルで、スマホの宣伝、どこだか au かなんかでピアノの鍵盤があって、それをこう弾いて、なんかこう二重奏、連弾みたいな形でやってる宣伝してます。なんかこう鍵盤が出てきて、こう音をこう指で押すと、あの音が出るっていうので、2つのスマホでこうアンサンブルをやってるんですけど、その音がですね、一番確か高かったのかなんかで、私その絶対音感が残ってたんですよね。で、鍵盤を見ててすごく気持ち悪いんですよ。どのはずがレの音っていうか、なんかちょっとレじゃないんですよ。微妙に違うんですね。完全にレじゃないんです。なんかね、一度高かったような、一度でも微妙な一度で足りてないんですよ。もう気持ち悪くて、そのたんび見るたびにもう気持ち悪いと思って、画面こうってそけてね、そのけるんですけど、どんなですかね。あの、試したことないので、誰かピアノなる方、その宣伝もやっていますかね。あの、やってるのを見た時にバッとこう音合わせしてみてください。多分まで違うと思うんですけどね。だけど、あ、少しはあの音感っていうか、残ってるんかなって思ってるんですけど、それ間違ってたらどうしよう。ね、あ、もしあの試してなかったらいて、音が違ったかったら、神によくまで知らせてください。連絡場所分かりませんよね。なので、あの、次に A Hard Beat という曲を作ります。これはですね、胸の鼓動ね、あのドキドキするとか、いろいろ、女の方がその、思った時のその鼓動に対するその、ね、自分の鼓動がね、こんなにドキドキ鳴ってるのに、なんであなたは気づかないのっていう、そういう、曲ですね。これであの一回ですね、あの登竜門っていう、ある記事の登竜門で、優秀賞をいただいた曲なんですけど、これともう一個ね、ブルースの曲を歌ったんですね。すごいで、なんかすごいこう男らしい曲をですね、やってたんですけど、その、懐かしい曲をやります。これだけオリジナルです。
今のがハートビート、胸の鼓動っていう、ね、意味で書いた曲ですね。私の初期の頃の曲で、こんな感じで前田ですごく歌ってたんです。すごく、アコースティック感じで、けどね、変わってしまったんですね、ちょっとねでも私いろんな音楽が好きで、いろんなジャンルが好きです。ボスターも好きだし、ね、演歌も好きだし、演歌の影響はですね、お父さんですね。北の坂は通りにはっていう、よく歌ってましたでもうちのお母さんがさ、恐ろしいぐらいオペラが好きでですね、もう裏声で歌うから、それが気色悪くてですね、なんか歌うなとか言って、すごい失礼なことをちっちゃい時にね、お母さんに向かって言ってたなと思ってですね、まあ、そういうお父さんとお母さんの子供だから、私も音楽好きなんだなというですね、そう、音楽遺伝子を受け継いでおります喋ってばかりですいませんね、ちょっとうるさかったかもしれません。また静かな曲に戻っておきます。皆さんがまた知っているラストクリスマスをですね、歌おうと思うんで、皆さんよかったら手拍子お願いしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、じゃあ最初に引き出しますから、皆さん、私、皆さんに合わせるの難しいので、私に皆さん合わせてください。よろしくお願いします。Give it to someone special. Last Christmas.
今相当失礼てましたね。すいません。いつもはですね、ゆっくり歌ってですね。Last Christmas and gave you my heart, last Sunday night、 こんな感じで歌ってるんですけど、ね、ちょっとこうアップテンポでいきなりやってみました。すいませんね。じゃあ最後のね曲になりますけど、いつも歌ってるんですけどね、これはさっきのアポロキャップさんですね。長谷川さんがいつも気に入ってくれて、これは歌ってくれるよねって毎回ね保証してくれる歌がありましてですね、ラビングユーっていう歌があるんですけどね、それを歌おうと思いますけど、今日はアポロキャップさんとね、はっちゃんとお世話してもらってすごくまた光栄でございます。アポロキャップさんですね、長谷さんはと伊勢正蔵さんの、ね、コスプレが見れなかったのがすごく残念でございますね。見た方ありますかね。ありますあります。とてもいいですよね。ぜひプラチナね、プラチナスギちゃんで今度やってもらいましょうかね。はい、じゃあ12月のですね23日、またまでですね、またまのスパランドまたまっていうところでクリスマスライブがあります。よかったらですね、第1部第2部とありまして、1部私たちが歌うんですけど、とかこうちゃんとかいう方ですね、とても楽しい歌を歌われるので、皆さんお暇でしたら遊びに来てください。で第2部ですね、もし演奏者の方がいらっしゃいましたら、もうギター持ち込みので、なんかこう皆さんでライブできますので、よかったら遊びにねいらしてくださいね。でここで歌ってるというか、テラさんも来れないのが残念ですけどまた甘い声を聞きたいと思います。テラさんもここで歌われたんですよね。はい、でここの喫茶店ですね、軟骨ちゃんと呼ばせてもらってますけど、軟骨ちゃんさんのお父様がやられてるという、ここのね素敵なカフェに来れて私はとても光栄でございます。これもお友達ののんちゃん、そこにいらっしゃるんですけど、連れてきていただいたのでありがとうございますおいしいコーヒーとチキントーストをいただきました。皆さんもよかったらいろいろね頼んで、飲んで帰ってくださいじゃあ皆さんすいません、こんなね、なんか粗相したんじゃないかという演奏を聴いていただいてありがとうございます。じゃあ最後にラビングユーを歌いたいと思います。Love me new
ごい拍手でした。アンコールは、用意してないそうで、残念なことに。オリジナル今度またゆっくりさせてください。まあ